今日は7月の5日水曜日、今お昼の11時40分頃ですけれども、やってまいりました、また渋谷のタワーレコード、毎度毎度ね、まあ、何かの発売の時にやっておりますけども、今日はウォルトシエタースノーマンのライブの映像を今購入しようと思って来ておりますけども、お店の方はねミセスグリーンアップル、それからグルービーというか、ね、ジャパニーズバージョン、それから真正面のお店の左側、こっち側にあったスノーマン2度目の全国アリーナツアー、大きなポップがありますね。ちょっとこれ写真だけ撮っておいて、それでは私はね、前回の CD アルバムで勉強してますから、今回はちゃんとね予約をしておりますので、手に入らないってことはないと思いますよ。それではお店の売り場がどんななってるか見ていきたいと思います。今日は真っ白だから、犬がいなくなったんですね、犬の銅像が。そして入ってすぐ左正面にありますスノーマンの売り場ですね。でここに店頭分、ご予約分すべては4階でご用意しておりますということで、あ、でも店頭分の数に限りがありますということで、まだ売り切れてるとは書いてないですけど、これね、内容の説明も書いてありますけど、これだよ、このままちょっと4階のいつものね、アイドルコーナー行ってみましょうか。さあ、これ4階に上がってきました。これがアイドルフロアです、いつものね。そして入って左下の面にもスノーマンのコーナーがありますけど、右側もほらライブの大きなタワーありますね。ここにね、演出パフォーマンス MC 全てで魅了するエンターテインメント研究所へようこそと、スノーマン圧巻の2度目の全国アリーナツアー映像を堪能せよということで、あ、ここにいっぱいいろんな形がありますけど、見本をお持ちいただく必要はございません。4階レジにて販売しております。直接レジスタッフもお付けくださいという。ただね、私はね、実は今回、さっきも言ったみたいに予約をしているので、予約の受け取り分はね、確かね、1階なんですよね。だから、ここで何かを持って、レジに持っていくというよりは、もう一回写真撮っとこう。1回で予約してますって言えば多分手に入ると思いますので、私はじゃあここの4階の売り場を見た後、一応こっちの CD のところも見てみましょうか、ね、このまだまだ I do me もいっぱい並んでおりますけど、でここの売り場を見た後はですね、ちょっとじゃあ1階の予約受け取りコーナーに行ってみたいと思います。私が何番を買っているかは後で開封の儀を見てのお楽しみということで、すごい列になっております。それでは1階に買いに行ってきます。はい、ということで皆さん今回もご視聴ありがとうございます。今見ていただいたようにですね、タワーレコード渋谷店にまたまた行かせていただきまして、今回はしっかりね予約をしてましたので、まあでも実際はね CD のあのアルバムの時と違って I do mean というねはもう店頭に一切ない状態でしたけど、どうやらね4階でまだ普通にあのレジに行けば買えるような、まあ、まだね発売日のお昼ですからね、状況ではありましたけど、あのさっきのね店内の動画の終わりに、じゃあ1階に行って予約の人は引き取りなので買ってきますって言いましたけど、1階のねレジのとこ並んでスノーマンの新しい、ライブ映像をって言ったら、あ、4階でお願いしますってなって、あの商品予約できましたよってメールには1回引き渡して書いてあったんですけど、また4階に戻ってですね、先ほど見ていただいたあの大行列に並んで結局20分ぐらい並んでましたよ。別に苦情じゃないですけど、それだけまあスノーマンの人気がすごいということが言いたいわけですけど、ということでじゃ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 ん、はい、買ってまいりました。いろんなバージョンがありますよね。初回版であったり DVD ブルーレイ、通常版いろいろありますけど、今回私が購入させていただいたのはズズン、えい、
こちらでございます。こちらはですね、通常版初回スリープケース仕様ブルーレイ3枚入りフォトブック52ページ封入じゃない昔の牛乳みたいになりました、脱脂封入じゃない、封入、全編日本語字幕付きのやつを購入いたしました。ここが水しぶきのやつです皆さんね、これね、メンバーのやつもあるかもしれないですけど、でディスク1がそのライブの本編ですよね。でディスク2がマルチアングル、あ、ミッドナイトトレインでね、私前にも、解説させていただきました。ディスク3が、ライブビジュアルコメンタリー、あ、メンバーが見ながらやってるのかな。それで10月でツアー初日ダイジェスト映像、12月22日ツアー最終日ダイジェスト映像とが入ってるやつを購入させていただきまして、はい、まあ、初回版のね、あの切った切ってない、あ、切った切ってないはこちらも入ってますね。あのあれか、地方だけの楽曲とかは初回版に入ってたわけですよね。だからまあそっちもちょっとね気にはなってたんですけど、あ、こっちも切った切ってない入ってるわ。で、私がいつもタワーレコードでなぜ購入するかというと、タワーレコード限定でジャニーズの CD ライブブルーレイ DVD アルバムシングルね、全部買うとこういうですね、特別レシートみたいなのが出るんですね。でこれなんかすごいな、今までに比べてだいぶ長いですねこれね。上の A が結構大きめにできてますけど、なんて書いてあるかというと、ピントが合いそうで合わないですね、2023年7月の5日、常に最高を描き続ける彼らの抱く、あ、違う、彼らの飽くなき追求が確かに芽吹いた瞬間を、世界を包み込む瞬間を見届けられる幸福がこの先ずっと続くようにということで、文章も長いですねきっとね、これね、他の今までの、あららら、ちょっとこの文レシートにピンと合わせたいんですけど、ピンあった、合いましたね、はい、今私が読んで漢字の間違い今回はなかったと思います。たまに難しい漢字が書いたりしますからね。はい、ということで上の、ね、絵もこんなものがついております。これはまあ世界を、ね、視野に入れたみたいなことですか。1,2,3,4,5,6,7,8,9個星が、星じゃない、雪の結晶ですねこれね、がありますね。そうそう、これが欲しくていつもたわること。私にピンとドン、はい、合いました。さあ、そしたら恒例のという私のね、サイガチャンネル恒例の開封の儀を今から行ってみたいと思います。ピリ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 開けさせていただいて、横にスライドするんですねこれね、はい、で先ほど私が読ませていただいたなんとか封入とかいうシールもこのまんま、ね、剥がしたりしなくても大丈夫。さあ、そしてこれケースというか、これ紙がぐるんと、あ違う違う、こういう紙が1個ついてるんですね。これ全部ぐるっと回って紙なのかと思いましたけど、あの CD でいうとこの帯と言われるようなやつがこうやってついてるという状況ですね。なるほど。そしてツルッツルです。皆さんこれ何回かね、開けてからスリスリするんじゃないかなと思いますけど、ツルッツルです。そして本のようにこうね、縦にもこっちか、はい、こうやってねタイトルが入っております。初めてなんですよ私、スノーマンのライブ映像をこうやってね発売日に購入するという。でこれをスルッと開けると、今度はちょっとメンバーがいますので、ちょっと遠目にしましょう。ここのね、メンバーの、お写真があるものと、これはダン。これがですね、先ほどシートのシールに貼ってありました、フォトブック52ページ封入。これが52ページあるってことですね、きっとね。これね、いつも思うんですけど、ライブの映像で初めて見たいから、あんまりこれ先に見たくないっていうかね、まあ、かといって遠目で見たところでね、ちょっと老眼ひどい人みたいになってますけど、あ、でもでっかい会場のね、後ろからのステージの映像、あ、そしてほら、いろんなライトのシャワーでかっこいい状態でこうみんながね影になってるやつとか、ちょっと見たいよな、見たい、あ、それで一人一人、なるほどなるほど、ちょっとまあこれぐらいしておきましょう、はい。ライブの演出とかもこれでね分かっちゃったりすることが多々ありますので、でこのさっきのケースですね、中に入ってたケース、このスルーンを抜いた後のこのケースの中にブルーレイが3枚入ってるわけですから、これ、あ、中にもなんか紙があります。ここには何かが書いてあったりするのかな、このテケテケテケってね、綺麗なマス目が書いてありますけど、あ、こうあれですね、スノーマンのメンバーアルファベットと、それからスタッフ
フ、ステージスタッフのお名前、ビデオスタッフの名前、これブワーッと皆さんね、これはもうチラッと見てね、もうパッと閉じちゃう方多いと思いますけど、これだけの人数が関わってるってすごくないですか。ビデオスタッフだけでもだって2、4、6やこれで10でしょ、10、20、30、40人ぐらいいますもんね。それがプロダクションマネージャーさんだったりね、レコーディングエンジニアさん、もちろんステージスタッフの方 もこういう方たちが一人でもいなければできないわけですからね。これもしっかり本当はじっくり見ないといけないですけど、意外と私短い時間で終わってしまいましたね。はい、そして3枚、1、2、はい、3とこういう感じでね、はい、3枚入っております。すごいですよね、このケースも誰が考えたんでしょうね。これ当たり前のようにいつもこうやって見てますけど、で後ろ側にはね、先ほど言った曲順と、それからディスク2とディスク3にはこういうのが入ってますよというのが書いてある。はい、これでひとまずワンセットですよね。あとは私が買ったね、レシートがこれで斜めにこう斜めに折られてますけど、はい、これ私ちょ余談ですけど、ちょっと気になるタイプどうでもいいことですけど、まあ後からねきっと捨てるんです、私も捨てるんですけど、なんかちょっと気になるタイプだね。私が自分でだったらやっぱこうまっすぐして、でこういうふうにやってると A 型ですかとかたまに言われることありますけど、 A 型じゃないです、 O 型なんですけど、でもなんかこういうとこって、あ、そうです、爪でピッとかやりたくなっちゃうみたいな、あ、これですっきり。でこれとこれとこのさっきのね、ジャニーズのタワーレコード専用のレシートを私はこのケースの中に、このケースの中に一緒にいつも保管していたりしますね。はい、でもギリ入らないですねこれね。はい、タワレコのレシートの方が若干長い、こうなるとどこを折るのかって話になりますけども、まあ、それは後で考えたいと思います。ということで、今回はですね、このあと明日からですね、このライブの映像を1曲目からもちろん順番に見ていきたいと思うんですけれども、今日はこの開封の儀、それから先ほどのタワーレコードの店内のご様子という映像だけで、はい、終わりたいと思います。皆さん、ついに発売日にスノーマンのライブ映像を購入いたしましたので、明日から、毎日毎日ね見させていただきながら勝手にレポートをさせていただきたいと思います。もしよろしかったら皆さんお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回も皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。